さあ、頭金始まりました。クルーズ商品紹介コーナー。はい、どうですね。ここからはですね、クルーズの商品をね、紹介していこうという形でね、やっていこうと思います。よろしくお願いいたしまーす。じゃあ、説明ありますので、めぐちゃんよろしく。はい。今日クルーズ商品紹介コーナー。はい。この番組は、東京にあるセレクトショップ、クルーズ内であるクルーズ品川スタジオより、生放送でお届けします。生放送ではないですね。ごめんなさいね。はい。終了でございます。ありがとうございます。終了でございます。はい、生でやっぱり気持ちでね、気持ちでね、通常のあるこの場所セレクトショップクルーズはヤフーショッピング内にお店を出店していて、海外ブランドを中心に150ブランド5000商品を取り扱っています。はい、ぜひホームページもご覧ください。はい、子供たちに誇れる仕事をスローガン掲げるMC 森田の商品説明をお楽しみください。これは企業を立ち上げるのか。よろしくお願いいたしまーす。商品か、だからか。違います。はい、どうもね。はい、自己紹介していきましょうか。はい、MC の森田です。よろしくお願いいたしまーす。そして、アシスタントのネグです。よろしくお願いします。はい、そして、はい、みなさなです。お願いします。はい、よろしくお願いします。そして、田中です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。そして、田中です。お願いします。はい、よろしくお願いします。メグさんってあれですね、メグさんって出てるけど、今はメグさんじゃないですか。今、そう、竜宮のとか、詳しいこと知りなかったんですね。あの、アーカイブのね、そう。昨日のね、昨日の、7時から当たってる、上がってるやつをね、やっていただければと。竜宮の乙姫の、あ、忘れちゃったけどね。竜宮さんです。はい、竜宮さんです。よろしくお願いいたします。はい、ということですね。はい、やっていきましょう。ということですね。今日は、何の商品ですか？カコチカーンです。はい、カコチカーンですね。はい。じゃあ、説明の方お願いします。まず、カコチカーンとは、はい、1986年に、ヒスパニック系デザイナー、フランクとギルベルトの兄弟によって立ち上げられたスペイン生まれのブランドです。2007年に、エド・ハーディーやロンダッチのプロデュースで名前を付けていたクリスチャン・オードジェイがプロデューサーとなり、アメリカ、さらには世界のステージへ進出。永遠のクラシックであるラテン文化を代表する数々のイメージと、クリスチャンが持つ都会的なロックテイストが融合したデザインの数々のメディアはアーティストの目に留まり、瞬く間に人気ブランドの仲間入りを出しました。現在ではブランド自体はなくなっていますが、インパクトがあるデザインは強いファンに今でも愛されています。はい。再入荷なしのレアアイテムとなっています。はい。ねえ、よろしくお願いします。多分ね、リュウグウさん知らないと思うんだけど、むちゃくちゃ俺遊ばれてるから。あのね、ドアップをこっちからチラッと映したりとかするのよ。この人が遊ぶのよ。ずーっと。これやめてもらっていいっすか？本当に。あの、俺で遊ぶのやめてもらっていいっすか？超ドアップだから。本当に。何が出てきたの？ずっと。ね、本当にそれだけやめてもらっていいっすか？ね、はーい。ね、まあまあまあね。タコチカードですか？はい。僕ね、初めてなんですよ、これ紹介するの。さあでも、紹介文読んでて、あ、思ったのが、なんとなく、あ、なるほどなって思ったのが、近いよ。もうあれだよ、マジで本当に人に会ってる時だったら、マジでちょっと下げるぐらいの距離だからな、それマジで。ね、ほんと、ソーシャルディスタンス、マジで気をつけて。はいね。はい、ということですね。はい、カコチカードですね。説明文聞いてて、なるほどなと思ったんですけど、エド・ハーディとか、クリスチャン・オドジェとかと同じラインなんですね。はい、遊んでないで答えてください、あなた。あなたの答えですか？ラインじゃないです。もともと、そのスペインの、はい、デザイナーの兄弟が立ち上げたブランドだったんですけど、はいはいはい、結構その、なんていうか、アメリカでブランド当ててたんですからね、はいはいはい、ヒットさせてたオードジェンにプロデュースを依頼したんですか。ああ、なるほどね。で、ちょっとそういう宗教的な
デザインとオールジェのロックテイストみたいなのを融合させて、一気にこう、ですね。はい。ってことですね。パッコチカード、ね。はい。ただ、ブランド自体今はもうない。ああ、なるほどね。はい。はい、生産のものを今、ストップはしてる。ああ、なるほどね。逆にある意味、その、レイヤー、レイヤー感は、まあ、レイヤーかなっていうことですね。はい。だって僕、さっき、商品を見たときに、これ、エドですかって聞きましたよね。はい。今日、エドですかって聞いてました。聞いたわ。聞いたわ。エドですかって聞いたぐらい、ちょっとエドと、やっぱり、プロデュースが一緒だからかな。似てますね、やっぱね。そうですね。1個目何ですか？ T シャツですか？ 1 個目が T シャツです。はい。これ全部ですかね。そうですね。はい。ね、はい。持て。独特。うん。では、持て。持て。はい、待って。はい、前の、前になっていいから、ちょっとね。はい。ここでいきます。ですね。はーい、ね、もう、見てわかる通り、ゴリゴリのもう、ちょっとでも、江戸よりかは、ちょっと、あれじゃないですか、ドクロとかが多くないかなっていう感じですかね。バラみたいな感じ。はい。バラがいる。そう、バラとか、鳥とかだから、ちょっと江戸よりかは、ダークな感じではないのかなっていう感じですかね。鳥がいる。これね、すごいね、かわいいですね。なんだろう、かっこいいですね。でもこれ、T シャツ、この T シャツに、普通にシャツとか合わせるだけで、なんか、顔よ。ひょっこり感みたいになってくる。ね、まあ、だから、ちょっと、なんだろう。ごめんなさい、僕の勝手な、あれですよ。表現というか、僕の勝手な見解なんですけど、ちょっと中世のヨーロッパっぽい感じですね。ね、バラとか、羽とかっていうのはね、なんか騎士とかが出てきた。ちょっとキリスト色ですね。そう。中世ヨーロッパな感じですね。なんか十字軍とか、こういうのに、装飾されているような感じの装飾かもです。でも、みなたさんのやつは結構書いてるのが、ギャング・オブ・サラダです。おー、なるほどね。これ、裏は、なんか、裏ってくらいあるんですか？裏は、なんか、裏はカコチカの書いてある。カコチカ。ねえ、はい。あっちは、もう、完全にカコチカ。ラジの裏は結構派手な感じ、ね。いやー、すげえ。僕に鍵かかってる。そうですね。これ、サイズはあるんですか？これサイズもあるだけしかない。あるだけしかない。がっつり展開はしてない。ああ、展開はしないけど、まあ、あるのはあるんですね。はい。色は綺麗ですかね。色綺麗ですね。色使い綺麗だなっていう感じですね。はい。僕、例えば中地のやつで着るんだとしたら、白いシャツに合わせますね。もう出た。ファッションリーダー。これ前から見るとこれなんですけど、白シャツだったら、後ろから、後ろの、やつも、吹くんですよ。だから、やっぱりちょっとかっこよく見えるかなっていう感じですね。これでもメンズですけど、レディースでもいける感じ。レディースもあったんですけど、はい、レディースはもう全部いける。ああ、なるほど。はいはいはい。やっぱね、レディースが好きそうな感じの、まあ、その、はい、あれだったりとかするよね、うん。デザインだったりとかするよねっていう感じかな。ああ、かわいいですね。なんかその、なんだろう。こういうマークを、なんか、その、なんだろう。ジャンヌ・ダルクとかが持ってる人も、いや、それっぽいですよね。なんか、それっぽい感じがしますよね。なんか。なんか、そういうデザインもありますよね。あ、本当ですか？はい。なんか、そういう感じで、かっこいいですよね。なんかね、どうですか？なんか、どれがいい？今。こっち。これがいい。あ、これがいい。やっぱ白かわいいですね。女の子は白かわいいかもしれない。そう。例えばだから、僕は、まあだから、結構女性のファッションってあんまり詳しくないんですけど、僕が、着てて可愛いなって思うのは、これに合わせるんだったら、ショーパンとかです。僕、ショーパン結構好きなんでね、女性の。ショーパンで好き。女性のショーパン好き。森田さんはね、全然。やばい、やばい、やばい。やめて、やめて、いや、でもおしゃれじゃないですか。切りっぱなしの、デニムのショーパンとか合わせると、おしゃれじゃないですか。って感じかなっていうですね。あとだから、ね、これはね、どうかと思うんですけど、最近ね、ちょっとね、流行ってる感じでやると、お腹出し結構流行っているので、縛ったりとかしてね、来たりとかすると、結構ダンスアップなのかな？って感じかな。すごい。
すごい冷たい目で見てる。だから、違う違う違う。簡単に言うと、だから、縛ってお腹を出す。こういうことです。こういうことです。こういうことです。ね、こういうことです。ね、うん、かっこいいですよ。ね、普通にそういうふうに、こう、僕はね、単純に僕が K-POP にハマっているから、そうなのかもしれないですけど、まあ、そういう方とか、それにバケハとか被ったりとかしたら、ちょっとオシャレなのか、とは思いますね。それでサンダルでとかですね。映像の世界と現実世界の境が深い。そうですね。大丈夫ですね。ドン引きってさ。中地どうですか？今これかこれですね。うん、これ何サイズですか？これ大きいですね。うん。XL とかですね。XL とか。こ、うん、っちの見方が分かる。皆さんの方は S だ。はい。そこに書いてますね。書いてるか。うん。え、なんかちょっと待って。これか、おしゃれ。これ、なんか違う。なんか、わかんない。多分 XL とかですよね、多分ね。だから、女性でもいけると思うんですけど、男性でもいけるんですけど、例えばスキニージーンとかと合わせると、ちょっと K-POP っぽくなるかな。すぐ K-POP に従う。K-POP に従う。うん、って感じかな。だから、オーバーサイズ今回、どっちしても流行っているので、やっぱりオーバーサイズのものを上に着て、下をシュッとさせてるっていう、いわゆる Y 字型の、これは何も K-POP じゃないですか。そうなんですよ。はいね、すごく可愛い。キリストって言ったじゃん、さっき。あ、K、そっちの K、あ、キリストってでも K じゃないか。あと K。K でも K ですけど、てか、いいじゃないですか。別に K-POP でもキリストでも、もちろん、K、シルエットの韓国の人にも、キリスト教の人いますから、別に全然。それこそ今有名な J.I. パークといるでしょ？あなたキリスト教ですか？ね？うん。雑学を言うとね。はい。はいね。うん。キリストは C ですよ。C ですよ。C ですよ。はい。ね。はい。で、そんな感じですね。はい。もしよかったらね、本当にね、装飾が可愛いんでね、もしよかったらね、これね、ね、ご注文していただければと思います。お値段の方は？1万2,770円から14,080円です。はい、はい、ですね。平田さんのやつがちょっと安いやつ。ガチですね。はい。まあシンプルですしね、かっこいいなと思います、ね。ちょっとこう、キラキラしたプリントとかが入ってるとか、こっちがキラキラしてるとか、ホイールプリント。はいですね。が、やっぱりちょっとね、でも、言うても、ブランドの T シャツ1万円前後だったら、弱だったら、多分そんなに、高い方ではないと思うんで、多分一生手に入る。そう、一生手に入んないから、プレミアックはもしかしたらね、っていう感じです。もしよかったらね、ご購入いただければと思いますので、よろしくお願いいたします。はい。そして、もう少しなんですね。パーカーですね。はい、パーカーですね。これは、お前たかしかな私が。さらに安くなるんですか？着なくていいよ、着なくていいよ。着なくていいよ。着なくていいよ。こんな感じですね。めっちゃ暑そうだな。なんかめっちゃ暑そう、これ。かわいいですね。めぐちゃん結構こういうの好きなの？かっこいいんだけどかわいいみたいな。あー、なるほどね。うん。あ、こっちからのあれなんですかね。花が結構モチーフだったんですよね。そうですね。ね。パーカーとかもね、すごくね、なんでも、なんか合わせやすいし、ちょっとね、今からの時期はあんま活躍しないと思うけど、夏すぎてね、秋、冬、そうですね、に来ればかっこいいのかなと思いますのでね。はい、ね。背中は文字だけでしょ？背中は文字だけですね、背中が。かっこ近いですね、はいね。俺でも初めてほんと紹介するから、ね。でもこのプリントって、なんていうんですか、普通の貼り付けてるプリントじゃなくて、色を入れてるプリントっていう。あ、はい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 。絶対こう、プリントが剥がれてることはない。なるほどね。だから、なんかその刺繍みたいなことってことですよね。まあ、ちょっとそれは違う。まあまあ、残念。ちょっとわかりやすくしただけじゃん。まあね、まあまあまあですね。色抜きプリント。そうですね。これ、ちなみにサイズあるんですか？これもサイズ1個か2個くらいしかない。ああ、なるほど、なるほど。はいはい。そうかっこいいと思いますね。それこそ、ちょっとね、開けて、中の、それこそ、アコチカの同士で合わせるとかっこいいんじゃないかな。さっき、レナさんが持ってたようなやつと、これ合わせたりとかすると結構かっこいいのかなと思いますね。森田さんとかも、素肌にこう。森田さん大丈夫、チャローみたいにならないですか？ね、ね。そんな感じですね。おい。ね、まあまあでも、これは、
ごめんなさい、もう本当にね、僕が最近本当に K-POP にハマっているので、そういう意見なんですけど、多分、ちょっと明け目にして、上からこう、バケハの上から被れば、多分それっぽくなるんじゃないかなっていう感じですね。はい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 、ね。うん、パーカーね、すごくかっこいいと思いますね。うん。これでも女性もかっこいいですよね、普通にね。ね。で、まあ、ね、バラが基本的にあれなの、ね、バラが結構このブランドは入ってます。あー、なるほど。これだとバラと、なんか、バラフェニックスじゃないですか。バラと、翼がありますよ、うん、なんかバラと天使みたいなこと銃みたいな、はい、ああ、ワッチもいる、一応一応一応あれとまだ一緒、さっきのみんなが思ってたりそうですね、あれのマーカーバンですね、あ、うん、なるほどね、そうかっこいいと思いますね、ポケットもあるしね、はい、で、ワッチのところにも一応ワンポイントなのかな、クリスチャンオールですか、クリスチャンオールですか、はい、大勢好きな人とかもね、いいかもしれないですね、クリスチャンオールだったりとか、出るのがあるねー、おいくらですか、こちらが19,800円、おー、ワンマネさん安くないですか、うん、ね、にしてはプリセット側の値段だったり、そうですね、うん、ブランド不物でこのぐらいでパーカー買えるってあんまないですね、確かに、はい、すーごい、貴重だと思います、そしてもうあと本当何品ぐらいしかないですね、そうですね、はい、なのであともうあとダンボール1箱ないぐらいね、プレミアついてるんで、もしよかったら作るかもしれないんで、もしよかったらね、こういうのね、ご覧いただければと思いますので、もしね、いいなと思った商品がありましたら、下のですね、概要欄の方から飛んでいただければ、ホームページにですね、パッコチカード、パッコチカード出てきます。もし売り切れたら、もう、竹チカードって言ったら、どういうこと誰が作るんですか、森田竹広の竹。あー、なるほど。くるくる限定の。うまい、うまい、うまいよ、わけねえよ。はいね。はい、で、パコチカード、もしね、よかったら調べていただければと思います。で、一応、まあ、姉妹ブランドみたいなことになるんですかね。どうですね。プロデュース、だから、クリスチャン・オードジェとか、エド・ハーディとかも、置いてたりとかするので、そちらの方も見ていただければと思いますので、よろしくお願いいたしまーす。ね、パコはどうですかね、かっこいいよね。中地こういうの見るの、いや、着ないですよ。普段は本当に。スーツだから。いや、でも普通に私服でも、赤のスーツ。赤のスーツ。赤のシャツ。赤のシャツが、着たりしてますから。かっこいいですね。なるほどね。スーツの背中にでも購入するものがかっこいいですね。うん。じゃあちょっと、ヤクザ感じゃないですか。大丈夫ですか。スーツの裏にこれがあると。今ちょっと今思ったんですよ。え、忙しい的なことで、ね、そう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 。もしよかったらね、ぜひね、ご覧いただければと思いますので、よろしくお願いいたしまーす。今日はね、この二品ですかね、はい、ということですね。はーい。もしよかったらね、ご覧いただければと思います。よろしくお願いいたしまーす。面白いと思っていただけたら、高評価、チャンネル登録、ベルマークのツイッター登録をしていただければ嬉しいと思います。よろしくお願いいたしまーす。では、皆様次回お会いしましょう。じゃあね、またね。バイバーイ。